神戸女子大学は兵庫県神戸市須磨区東、須磨青山2の位置に本部を置く日本の私立大学である。1966年に設置された大学の略称は新女。須磨キャンパス民主的で文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする優位な女性を育成する。人格の完成を目指し平和な国家及び社会の貢献者として 真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた、心身ともに健康な国民の育成に力を尽くす、ことである。教育目標は、自立心対話力、創造性を培うことである。自立心に富み、対話力と創造性に優れ、人類社会の発展に貢献する女性の育成を、目指す。神戸女子大学とスマリ休園との、 キャンパスパーク連携に基づき、2007年から毎年、バラの時期に、スマリ Q 公園で開催されている、大きな野外音楽イベント。ステージ出演者は、主に、神戸女子大学の学生たちのみで構成され、手作りパンの無料配布、歓元楽ライブ、ダンス、手話ステージ、ハワイアンライブ、こと、ウクレレ、バイオリング演奏、学生手作りのファッションショー企画などが行われ、 毎年大きな盛り上がりを見せている。毎年7月の夏季休業前には神戸女子大学恒例のスイカ祭が行われる。キャンパスにある噴水前で調理台を並べてまな板を持ち出して教職員がスイカを切りお盆に入れて学生たちに配られるのである。もともとは学生が思い思いの絵をスイカ祭のために描き噴水の周りに並べて 学長が包丁を取って、実家を離れた学生が夏休みに帰っていく前に、学生の無事を祈るとともに、全員の心が一つになることを願いながら、行われている。学友会の体育局が中心となり、毎年6月下旬の終日を使って模様される。クラス対抗や教職員、クラブ、同好会などの対戦が行われる。種目は、 レクリエーションのようなゲーム感覚の競技やオーナーはドッジビーなどが開催されている。年ごとに異なる。コスモス祭スマキャンパスで行われる学園祭で野外ステージにおいて演奏される神戸女子大学管弦楽団によるファンファーレによって開始される。1989年の第19回大学祭より名称がコスモス祭となり現在に続いている。 日頃の課外活動、ゼミでの成果を研究発表、展示、模擬展、バザーの形で紹介している。大学の教職員も研究発表や展示に参加している。シンポジウムやファッションショー、野外ステージなどでのイベント、著名人を招いてのトークショーやコンサートが開かれる。パイ新庄末リポートアイランドキャンパスで行われる学園祭。ありがとうございます。